その当時そのお手伝いしましょうということで、じゃあ集客であるとか何かしなきゃいけないということで、じゃあどうやったらいいんだろうっていう情報をいろいろ調べてたんですね、自分で。その時に何かのきっかけで小川さんのメルマガを登録したんですね。で、面白いと思って、でもうどん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 もう毎回楽しみてくるのがっていうのがスタートです。全く知らなかったですね。だからマーケティングっていう言葉を知ったのも多分小川さんがきっかけだと思いますね。はい、本当にそういうことを知らなかったのでご紹介しかなかったわけです。そこでただご紹介だけだと限界があるし、ご紹介してくれる人も一人ではやっぱり限界があるし、もしご紹介で行くにしてもそういう人も増やさなきゃいけない。で、できれば直接来てくれる人も増やしたいなって、うん、そういうふうに感じてました。まず最初のレスポンスの、レスポンスゴールドかの会員になって、まずはもうそこばっかりでしたね、最初は。もうそこで結構情報量がたくさんあるじゃないですか。で、そこからコピーのことを知って、でコピーライティングに関する勉強をやはりレスポンスの中でさせてもらって、でそれっていうのが最初がスパイダン・ケネディコピーですよね。それから12週間のコピーライティング実践講座というこう感じでこう徐々にやっていったっていうことですね。はい、思いましたね。そうですね、例えばそのDM を発送、DM であるとか、あとホームページも自分でこう作っていたので、その見せ方であるとか、あと、これ意外に思ったのが、お客様に直接コンサルするんですけれども、その時、話す時も使えるなって思ったんですね。例えば住宅ローンのご相談に来た時とかに、そのサービスをまず最初のご相談の後、さっき言ったその実行支援のサービスをって結構高額なんですよ。で、そこまでやっぱりやっていただくって言った時に、コピーライティングの中でよく言われるのが、その感情、お客さんの感情が動かないと購入してくれないよっていうのがあって、それは書くことだけじゃなくてお話の中でも、それって大事だなと思って意識するように。感情をこう動かせるようなお話っていう、そんな感じですね。はい、自営業者とか経営者、会社の経営者がとても多いのと、でサラリーマンの方ももちろんいらっしゃるんですが、やっぱり住宅ローン返すのがちょっと大変なんだとか、あるいは借りにくいんだけどとか、そういった感じです、多いですね。はい、コピーの前にレスポンスゴールドの会員でそのマーケティングの大切さとか知ったっていうことは、私はその最初その口コミとか紹介っていうことだけを考えていたんだけれども、やはりそのもっともっと広めやっていく中でどんどんもっともっと広めていきたいなって思ったんですね。極端な話、さっき競合がいないってお話をしたんですけど、競合を逆に増やしたいなと思っていて、競合を増やすと、もうそれを私のような仕事を知ってくれるお客さんが増えると、利用してくれるお客さんが増えるということで増やしたいなと思った時に、やはりそのこのマーケティングであるとかコピーっていうのがすごく大事だなって、はい、感じて、はい、私はもう自分がその今までなかなか売り上げも立たない、集客もできないって言った時に、アライアンスっていうことを教えていただいて、アライアンスって池本さんですよね、がすごく推奨されていて、でその通りにやったんですよ。それがきっかけで集客とか売り上げがぐっと伸び始めて、もうこれはおすすめしたいなって思ってます。
私の場合は、何しろ潜在の顧客はいっぱいいるけれども知ってもらわなきゃいけないということで、私の欲しいお客様を持っている方と組もうと、あと私には集客の能力がない代わりに私にあるのは住宅ローンのノウハウなので、それを欲しがっていて、で集客できる方って言った時に、一番最初にやったのは生命保険の代理店のお客さんをたくさん持っているセミナーとかをこう開催している方なんですよ。でその方に、実は私はこういうノウハウがありますと、で自宅ローンの相談を生命保険の担当者は受けると困るということは聞いていたので、私のノウハウが提供できます、で集客してセミナー開いていただけませんかということで、あの一番最初に始まったのがそこなんですね。そしてものすごいすぐに満席になって、そこから、生命保険の代理店の方が私にご紹介をくださると、お客さん困っている人がいるんでご紹介したいということが何件か来て、でそこからどんどん広まって、今では、生命保険の代理店の方であるとか、それからそのセミナーを開催してくださる方であるとかのアライアンス、それから最近増えてきているのが公務店とか不動産業者、そのさっき言ったように借りたいけど借りられないっていう、でも不動産業者とか公務店ってそこまでのノウハウがないのでお願いしたいとか、でそういったアライアンスが今発生しています。何しろもうアライアンスなので、相手が欲しいものを自分が持っていて、相手が欲しいものをいかに提供できるかっていうところですね。で自分が欲しいものも当然相手が持っていなきゃいけないんですけれども、ただ例えば私だったら集客したいお客さんいっぱい持ってるって言った時に、ただ紹介してくださいじゃいけないじゃないですか。自分がいかにお客さん相手によりいただけるもの以上のものが提供できるかっていうのをお伝えできるっていうことだと思います、はい、そうですね、例えば、DM であるとか、それからそうですね、コピーライティング、そもそもコピーライティングしようっていうのが、今すぐというよりはおっしゃったように FP の方がコピーライティングをどうのって学んでる方多分ほとんどいないんじゃないかなっていう気はしてるんです。自分の仕事と関係がないっていう、一見関係なさそうだから。でも実はそこにすごく大事なものがあって、自分の事業と関係なさそうなところに実はなんかこうなんていうのかな、キーがあるような、そんな気がしてるんですね。で私今すぐじゃないけれども、将来例えば自分のコンテンツをじゃあ何か商品化して売りたいなとかいうことも考えているので、その時にはやっぱりコピーライティングとか事前に知っておくこと、いざ売ろうとなって勉強するよりも事前に知っておくことで、やっぱり準備とかいろいろじゃあどう展開していこうということは早くに計画も立てられるから、そういった意味でいいですね。あとコピーライティングでは DM ではすごい成功してます、コピーライティングのおかげで。はい、すごい多分集客、セミナー集客とか、例えばあるところで頼まれて DM を書いて1000人出して、そこの会場50人が限定だったんですけど、キャンセル待ちで60人以上の、多分それで率高いですよね。あとは公務店向けにこういったサービスしてるんですけれども、いかがですかっていう DM をやっぱり出した時に、その時に確かね、8% ぐらいだったんで、それコピーライティングのおかげです。はい、やっぱりそれが結果によって、例えば最初 1% であれば次は 2% 3% になるようなものにしていかなきゃいけないじゃないですか。よくコピーの中でテストっていうことをおっしゃってますよね。でそれがやっぱりテストって大事だなって、そういうやり方をするんだっていうことを学んで、で気にするようになりましたね。はい。